おはようございます、まっちゃんです。この前ね、大阪に、しょっちゅう行くんですけど、バスで行くんですよ。で、バスで行ってたら、バス乗ってたらね、あるおっちゃんが乗ってきたんです。高齢者のおっちゃんがね。で、おっちゃんが乗ってきて、これ大阪行くやつかいなって言って運転手さんに聞いてるんですよ。で、運転手さんが、ああそうですよ、ちょっとチケット拝見しますって言って、チケット拝見したら、あらって、あ、これエディって書いてあるなって、これエディ号のチケットやなって、あ、このバスね、海部観光やからこのチケットでは乗れませんの、あ、もうちょっとしとったら、待っとったら来ると思いますよって、まあ当たり前のことを言うたわけなんですよ。したらね、そのおっちゃん怒りましたがな、めっちゃ怒りましたがな、なんや、どういうことや、大阪行くんだろうがい、わしこれ大阪行くと今チケット買うたところじゃって言うてるわけですよ。あ、アホだけどね、これね、バスの会社が違うんです。バスの会社関係あるか、わしは大阪行きのチケット今買うたとこなんじゃ、これ金どうするんだこれ。いやいや、ほなけんね、このバスじゃのうて、このバスじゃのうて、そんな関係あるかって言うてるわけなんですよ。まあモンスターというか、ちょっと理不尽なというかね。それでちょっとゴワーッとなって、ちょっとバスの出発が遅れて、だいぶ遅れたんですよね、揉めたことによって。他のお客さんたちもマジかよと、なんだこの親父っていう感じになってるんですよ。でね、でも僕ね、あんまりこれちょっと、このおじさんを責められへんなっていう気もしたんです。このおじさんにとってみたらね、大阪行きのチケットを買うてさ、ちょうどそこへ大阪行きのバスが来た、来たって言うて乗ろうと思ったら乗車拒否された。このおっちゃんにとってどこの会社とかそういう知識がないんですよ、もともとね。会社、バス会社によって乗れるバスが違うなんていう、そういう選択肢もないし、そういうもともとのそういう知識がなく、ここへ来てチケットを買えばバスに乗れるという知識だけで来てるわけなんですよ。仕方ない、高齢者ですからね。僕らだったら分かりますよ、これここはバス会社こうだから、このチケットはこのバスの会社しか乗れない、いくつかのバス会社の種類があるとかっていうことは僕らは分かりますけど、それ知らんかったらただ単に乗車拒否されたとしか取れないですよね。ややこしいんですよ、世の中の、特に交通も、特に難しいも、高齢者にとっては。まだね、徳島なんかまだシンプルですけど、もうバスぐらいしかないですからね。汽車なんか自動改札もないですから、汽車ですよ、電車ちゃいますよ、汽車ですよ、自動改札とかないしね。でもね、都会に行っちゃうとですね、もうこういうスイカとかイコカとか、こうカード1枚でバス会社とか電車の会社とか地下鉄とかなんや、もう全部関係なしに、1カード1枚で何でも乗れますよ。便利ですよね。便利やけど、それはそれでややこしいですよ。高齢者はもう何のこっちゃと、いやいや、これ1枚やったらどこでも行けるんよ、でもこれチャージせなあかんし、もうほんな今までの生きてきた常識の中ではないテクノロジーなわけなんですよ。生きづらいですよ、やっぱりね。だから我々はいいですよ、時代についていけてるからね。時代の変化に僕なんかはどんどんついていかないかんなっていうふうなことで、アンテナ張ってますけど、なかなか、そういう変化に対応するのは高齢者にとっては難しい。だからそういう高齢者でも生きづらい、生きやすいようなね、そういう社会的な配慮みたいなのも必要かなっていうふうに思った瞬間でしたね。
以上です。バイバーイ。いってきます。